今日は前置詞 in と into の違いを一発理解しよう。はい、つみやき、こんにちは、大西です。今日は前置詞の in と into ですね。これはちょっとね、もう速攻理解しましょう。はい、ではですね、 in と into を使って発想転換していきます。じゃあイメージ取りますね。in はですね、前にもやりました、箱の入れ物の中の中ってことですね。これが場所であったり時間であったり、とにかく中身幅があるわけですね。入れ物の中を表す、この1を表すのが in ですね。これに対して into っていうのはですね、これ in と to の合体語なんですよね。 in と to の合体語、 in が中ですよね、 to は矢印方向ですよね。だから中に、 in の方に向かうってことなんですね。中に向かうってイメージなんですね。動きがありますよね。 in はこの中で、中にっていうことですね。位置関係を言うだけ。 into は位置と方向ですね。中へ向かうっていうイメージなんですね。はい、じゃあこのね、前置詞はこれだけ覚えても仕方がないですよね。必ず英語は発想、自分の発想転換に生かしていきましょうね。はい、文章で見ていきます。はい、じゃあ英語の発想転換します。うちの娘はプールの中で飛んだ。はい、文章作りましょう。まず主語から、うちの娘、 My daughter。 はい、飛ぶ、ジャンプですね。はい、じゃあ過去なんで jumped、 My daughter jumped。 ここで終わりですね、文章としてはね。主語で揃ってますね。はい、 daughter が主語、娘ですね。ジャンプが動詞、過去形で do jump ってなってます。ちなみにこの daughter の発音ですけど、この真ん中の gh 読まないので声出ないんですね。 daughter。 そしてこの t がですね、実際母音と母音に挟まれるので、 l のような、 d のような、ラ行のような、ダ行のような声なんですよね。 daughter daughter ler daughter となりますね。はい、まあ、どっちかというと、もう母音に挟まれた t はラ行っぽいっていう感じでいいと思います。 daughter ね、はい、そんな感じです。 my daughter jumped。 はい、私の娘はジャンプしたと。どこで？プールの中で。これは動きないですね。位置関係言ってただけだから、プールという箱の中で、だから in the pool。 はい、そうですね。 my daughter jumped in the pool ということになりますね。じゃあこれに対して No.2、 うちの息子はプールに飛び込んだ。はい、じゃあ主語は My son。 はい、これ SON O って書きますが、 O、 この O の発音は、フォニックスで言うと U の発音と同じなので、口をあまり開けずに喉の奥を意識して、あ、傘忘れたって時のあですからね。はい、 O の O、 快活な大きな口のあではなくて、忘れ物した時のあ、サンですね。だから太陽のサン、 S-U-N、 太陽のサンと同じ発音ですね。はい、 my son、 はい、飛び込んだ、同じくジャンプです。 jumped で、今度は into を使うんですよ。 into the pool で言うと、プールの中に向かって飛んだ、だから飛び込むことになるんですよね。こうやって前置詞ってですね、動詞の、このね、動詞の香り付けなんですよね。この動作をどんな風にするのかっていうことですよね。プールの中に向かって飛び込んだということになりますね。動きがありますよね。はい、じゃあこれを応用して作ってみましょう。ナンバー3、ジムで走った。はい、私はですね、主語、私は、走るは run、 でもこう過去なんで ran ですね、 ran の方ですね。原型は run、 run ですね。これの過去ですよね。はい、run、現在形の run は先ほどの u の発音ですね。忘れ物した時のあ、傘忘れた時のあですね。口は開けないんです。ほとんど開けずに喉の奥だけ意識して、あっていうあですね。 run、これの、過去形が a ですね。 a は基本的に a の口の形であっていう感じだから、え、ran、ran、ran ですね。I ran in the gym。I ran in the gym。はい、ジムの中で走ったんですよね。ジムの中で走った。はい、これに対してジムの中に走っていった。はい、主語 I、 動詞 ran。I ran、ジムの中に
走っていった動きがありますよね。中に向かうので into。 I ran into the gym ということになるわけですね。こうやって in と into ね、違いがあります。 in は単なる位置関係ね、箱の中、中っていうのを言ってるだけで、 into は中に向かうっていう動きが感じられるわけですよね。はい、ではですね、もう前置詞も全てですけど、英語はイメージを捉えてとにかく声に出していくことですね。じゃあ私の後読んでいきましょう。 Repeat after me. My daughter jumped in the pool. My daughter jumped in the pool. Number two. My son jumped into the pool. My son jumped into the pool. Number three. I ran in the gym. I ran in the gym.Number four, I ran into the gym. I ran into the gym. はい、ということですね。はい、前置詞をイメージを捉えてね。はい、とりあえずイメージ捉えてもどんどん英語を音読していきましょう。声に出して体に入れていきます。そして必ずね、日々は会話の音読をしてくださいね。会話の中でこうやっていった知識が重なってくるはずです。あ、ここにんが出てきて、ここにんという出てきてるっていう感じで、たくさんそうやって会話に当たるごとにイメージがね、心を動かせるのでイメージが湧いてきますのでね、そうやって使えるようにしていくわけですね。必ず音源があるものね、音ですよ。英会話は必ず音を使ってくださいね。じーって見てても口から出てこないのでですね。はい、では本日も何か気づきがございましたら、グッドのボタンをいただけると嬉しいです。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。バイ。